こんにちは、手相鑑定士の町田香織です。本日はちょっとお金に関する手相とあと風水を紹介したいと思うんですけれども、座右線って言って小指の下縦に走る線を座右線って言います。で、いくつかパターンがありまして、この小指の下に細かく何本も線がある方はこれザルって言ってちょっとお金が出やすい傾向にありますね。ザルだからやっぱりこう穴があってこうどん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 こう漏れてっちゃうような状態なんですよね。なのでこういうタイプの方は結構多いんですけれども、ちょっとこうお金浪費癖があったりとかねするので、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。で、続いて風水の方でもお金の出やすい家っていうのがあって、老財宅っていう漏れる財が漏れる家って書くんですけれども、すごい嫌ですよね。それをちょっと紹介したいと思います。ちょっとざっくり書きましたけれども、ここに玄関があって、で真正面に窓が見える場合、そういうお家をちょっとこう老財宅って言ってお金がたまりづらいと言われています。で良縁とかお金とかを例えば風水でいうと龍に例えるんですけれども、玄関から入ってくるんですよね。で玄関から入ってそのままさようならって感じでこうスルーしちゃうんですよ。なのでこういうふうに玄関から窓が見えるお家はこの辺にパーテーションを置くとかのれんをかけるとかして、その窓をが直接見えないような工夫をしていただくといいかなと思います。ぜひね、お家と手相と合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。